こんにちはーりょうですそれでは今日も元気よくお金の勉強をしていきたいと思います。今日のテーマはこれですね。潮目が変わった。日本経済の現状について分かりやすく解説。不景気到来ってことでね、えー。こういうテーマで話をしていきたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね。興味のある方はまた見ていただければと思います。今日の話題ですね。2020年7月22日、朝日新聞にこんな記事が出ました。政府。 景気交代を認定。戦後最長の拡大、届かぬ見通し。っていうね、えー。内容はこんな感じです。内閣府は景気の山や谷を判定する会議を近く開き、景気交代入りを認定する方向で調整に入った。専門家の中では、2012年12月に始まった景気の回復局面は、2018年10月に終わったとの見方が強く、 会議でこの通り認定される見通しっていうね。こんな感じの内容でした。つまり、日本政府が不景気来てますっていうね、えー。こう認定しそうだってことです。2012年12月に約1万400円だった日経平均株価は、2018年10月には一時約2万4400円まで上昇。約6年で2.35倍になってたんですね。ところが、政府判断によると、この時期が景気のピーク、山だったっていうね。日本はすでに景気後退局面にあるってことになりそうっていう感じですね。 でこういった話をするとそもそも好景気不景気って誰がどうやって判断してるのって、ね、不景気になると具体的にどんなデメリットがあるのこういう疑問を持ってる人もいると思うんですねそこでこの動画では景気の判断方法について解説します日本の経済実態をきっちり把握してしっかり家計防衛に努めてもらえたらなと思います 資本主義経経済済社会で今ののが一体どうなっているのかってこれを知らずに生きるのは砂漠や北極を全裸で散歩するようなものと経済状況に合った装備行動が必要ですからねなんで今回の動画で知ってほしいのはこの3つですえ1つ目月齢経済報告2つ目景気動向指数3つ目 景気基準日付。もう聞いただけで嫌になりそうなね。めんどくさそうな、難しそうな言葉が続いてるんですけど、一つずつ分かりやすく解説するんでね、えー。どうぞ聞いていってください。知ってるのと知らないのとではだいぶ違いが出ると思いますんで。ということで解説いきましょう。景気の判定方法ですね。まず一つ目。月例経済報告とは、日本政府が毎月出している現在の経済状況に関する公式見解のことですね。こんな感じです。月例経済報告って出てる,出てるんですけどね。 でこの内閣府月齢経済報告っていうページに行けば過去の文もまとめて全部見ることができるんですね。こんな感じです。で全体で10ページぐらいの資料なんですけどトップページの判断文と2ページ目これをざっくり眺めるだけでも面白いんですね。でトップページの判断文はこんな感じです。 景気は新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にある。が、このところ持ち直しの動きが見られるぞよ。みたいなね。<laughs> まるで占いみたいにぼやっとしてる内容なんですけど。まあ政府として厳しい状況にあるって言ってることはわかるんですね。で2ページ目は主要な経済指標のトレンドを一覧できる表があるんですね。 これは結構面白いんですね。こんな感じで書いてあるんですけど、まあこれらはね、ざっくりまとめると、個人消費持ち直しているよと、設備投資弱含んでる、住宅投資も弱含んでる、輸出急速に減少して下げ止まりつつある、貿易サービス収支赤字、生産は減少している、企業収益は急速に減少しているよと、倒産件数は増加、雇用情勢弱い動きになっているよってことですねえ。つまりどういうことかっていうと、 ボロボロやんみたいな。めっちゃもうボロボロなってるやんって感じなんですよ。本当に。個人はお金を使わないし、企業は将来のための設備を投資してないし、企業収益は急減少で倒産増加、雇用には消極的、輸出は急減、貿易収支は赤字ってことで、もうまさにね、不景気っていうえ字の通りですね。で、この月齢報告の問題点は、政府関係者のさじ加減一つでいくらでも自由に書けることなんですね。つまりどういうことかっていうと、非常に主観的で、申請が強いんですよ。 政府が私はこう思いますって言ってるに過ぎないんですね。だから、月齢報告を読んでるマーケット関係者の中にはこう思ってる人も多いんですね。お前がそう思うならそうなんだろう。お前ん中ではなっていう、こんな感じです。政府は景気は良くなっているってアピールをしたがるんですね。 過去の決例報告に載っていた景気は回復中って判断について判断が甘すぎるんじゃないのそんなに景気良くなってないよっていう指摘もあったそうですだから現状の、ね、厳しい状況にあるっていう政府判断は経済実態に結構合ってそうかなってところですねこれが月例経済報告とえ2つ目景気動向指数とはってことなんですけど景気全体の現状を知ったり将来の動向を予測したりそういう時に使われる経済指標です 日本の経済状況を一発で示すスペシャルな指標っていうのが存在してたらいいんですけどそんなに都合のいいものは存在してないんですねなんで住宅状況とか雇用状況とか生活状況とか金融状況とか合計で28種類もの景気指数を材料にして 景気動向指数って新たな指標を合成してるんですね。いろいろな要素を組み合わせることで日本経済全体の動きが見えてくるってわけです。28種類の景気指数からいくつか選んでミキサーに入れてガチャってスイッチを入れたら混ぜ混ぜされてね、景気動向指数が完成する。そんな感じのイメージです。さて。 その景気動向指数をグラフで見てみましょう。こんな感じですね。この通りね、もうナイアガラの滝なんですよ。2018年10月ぐらいをピークに、やっぱりもう景気後退してたやんっていう、そんな感じですね。消費者に対する物の,の販売額は減ってるし、全産業の営業利益は減ってるし、有効求人倍率も減ってる。そういう事実がこのグラフで表現されてるんですね。数字的には2010年くらいのリーマンショックの後並みに弱いっていうね、これが景気動向指数です。それから3つ目、景気基準日付と。 さて、これが最もオフィシャルな景気判断になるんですね。内閣府にある景気動向指数研究会っていう組織が景気の転換点を判断します。つまり、景気の谷、底と、景気の山、ピーク、これらを判断するってことですね。この組織の名前は冒頭で紹介した朝日新聞の記事にもしっかり出てるんですよ。経済学者らで作る内閣府の景気動向指数研究会が近く開かれ。 経済統計のデータをもとに直近の景気の山がいつだったのかを議論するっていうねこんな感じで記事にもしっかり出てますつまり偉い経済学者様が集まってお,およそ1年から1年半遅れで判断するってデータがしっかり集まってからじゃないとあの時が景気の底だったないやあの時が景気のピークだったなってことを正しく判断できないっていうそういうわけですね日本では2012年12月から景気拡大が始まったってされてますつまり2012年11月が底だったってことですね 2012年11月がこの底だって判断できたのは2014年5月になってからのことなんですよつまり1年半もかかってようやくあの時が底だったって判断できたわけですこの時と似たような形で今2020年7月になってようやく2018年10月が山だったって判断できそうな状況になっているよってことです2018年11月以降景気は下り坂つまりやっぱり 私たちはすでにこの景気交代局面で生きていたっていう既に不景気を実感していた人結構ね少なくなかったんじゃないですかね景気基準日付は転換点を判断するのにめっちゃ時間かかるんですけど主観・姿勢はほとんどないし後から大幅に修正されることもないんですね機械的に判断できるしすまんその日じゃなかった間違えてたわみたいにそういうふうにはならないっていうそういう意味では非常に信頼度の高い日付なんですねこれが景気基準日付だよと でおまけとしてその他の景気判定方法についてもね解説していきたいと思います以上見てきたように月齢経済報告、景気動向指数、景気基準日付どの観点で見ても不景気入りは認めざるを得ない感じかなとでこれらの他に景気判断の材料になるのがまずこれですね景気ウォッチャー調査と これ何かっていうと、政府の担当者がアパレルの店員さんとかスナックのママさんとかタクシーの運転手さんとかね、地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々を2000人ぐらいを対象にして直接アンケートを取っていくんですね。景気がいいって答えた人から悪いって答えた人を引いて指数を作っていく。グラフで見るとこんな感じなんですね。まさに壊滅的ですね。ドーンと下がってますね。2017年以降じわじわ下がってきていた中でコロナショックでこれもう完全にね、とどめを刺されてしまったかなっていう感じです。 5月6月は回復傾向にあるんですけど景気が悪いって感じてる人の方が多いのはこれはもう間違いないとあとは GDP 国内総生産も重要なんですね GDP とは一国で生産された財やサービスの付加価値の合計ですこの大きさこそがまさに国力を表しているんだと欧米では GDP が2四半期連続で前期比マイナスになるとリセッションつまり景気後退入りしたって判断されるんですね日本では2019年10月から12月2020年の1月から3月 この2つの期間ですでに前期比マイナスになってて GDP がマイナス成長つまり日本経済が縮小ってことで景気後退入りしているってみなされてるんですね三菱総合研究所のレポートでははっきりと深刻な景気後退入りって書かれてるんですね三菱総合研究所のレポートで、えー、そんな風に出てますねということでまとめいきましょう 今の状況、これがまさに不景気なんだよと。日本経済の景気状況を示す指標について重要なものを見てきました。1つ目が月例経済報告。政府の公式見解です。現状は厳しい状況にあるという判断です。2つ目、景気動向指数。28種類の景気指数を合成して、日本の経済全体のトレンドを示した指数ですね。もうご覧の通りのあり,ありさまですで。景気基準日付。 これについては経済学者たちが集まる内閣府の景気動向指数研究会がこの日が景気の転換点でしたって判断する日付のことです。2018年10月で認定されそうですね。 通常、転換点の認定までに1年から1年半かかるんですけど、最も正確でオフィシャルな日付になってます。でその他の指標としては、景気ウォッチャー調査ですね。タクシーの運転手さんとか飲食店の店主さん、アパレル店員さんなど2000人にアンケートを実施するこの調査では、圧倒的に多くの人が景気が悪いと答えている状況それから日本の GDP、国内総生産ですね。日本の GDP は2019年10月から2020年3月で、2四半期連続でマイナス成長になっていて、すでに深刻な景気後退入りをしている。 判断されてるんですねというわけで2012年以降資産運用を開始した皆様 米国株も日本株もひたすらね、ずっと右肩上がりで絶好調でしたよね。長い景気拡大で、一体不景気ってどんなんだったっけみたいなね。株って買っとかないと損だよねみたいなね。ほっといたら勝手に資産って増えるんじゃないのみたいな。そんな風に思ってた方もいるかもしれません。でも、今の状況、これがまさに不景気です。今は世界中で政府が株価を買い支えてるんで、株価で見ると不景気の実感がないっていう人も多いと思うんですよ。まだまだリスクオンっていう感じで、攻めの投資姿勢を崩してない人も多いはずなんですね。 ただ、実体経済の状況を考えると、今の株価の妥当性はなんとも言えないところですね。将来の株価は読めないんですけど、一度冷静になるべき局面かな、そんな風に思います。 不景気になると物は売れなくなって企業業績は低下して株価も低迷するし休業廃業倒産件数が増加していって雇用は守られず現給やリストラも行われ誰も得しないそういう状況になっていくんですねじゃあ今後そうなるのにではどうしたらいいのかもうすでになってる不景気になってるのにどうしていけばいいのかってことなんですけどいつもこのチャンネルで勉強してる皆さんだったらわかるはずなんですねどんな時でもお金にまつわる5つの力が助けになってくれるんですね貯める力を貯めていた貯めてた 人は、保険料の支払いとか住宅ローンに追われることなく、こういう状況でも着実に資産を積み上げられますよね。稼ぐ力を貯めていた会社員は、減給、商用カットになっても副業で稼げるし、リストラにあっても他の転職先が見つかる。 増やす力を高めていた人は、ポートフォリオのリスクバランスを見直して、株価がどれだけ低迷しても乗り越えられるようにできる。債券とかゴールド、円余期のバランスを高めて資産を守ったり、低迷期にむしろ買い増しを進めたり、株価の下落に戸惑うことなく将来を見据えて投資ができると。守る力を高めていた人は、将来への不安につけ込んだ美味しい詐欺とかね、投資話、ぼったくり商品をつかまずに済みますよね。使う力を高めていた人は、こういう時にも助け合える仲間がいる。 こういう時でも自分が心から楽しめることがわかるってこういうことでこの5つの力が守ってくれるわけですね好景気だろうが不景気だろうがお金にまつわる5つの力を伸ばしていればこれはね必ず皆さん乗り切っていけますからこの5つの力今後もね鍛えて身につけていきましょうもし5つの力の育て方がわからないっていう方はまずはねリベ大書籍読んでみてほしいと思いますそういう方のために体系立てて書きましたから一生お金に困らない5つの力を分かりやすく解説と5つの力を体系立ててね網羅的にお金の知識まとめてますんであとオンラインコミュニ リベシティもも運営しててますすこれも5つの力育てる場ですねどんどんコンテンツ充実させていってますしえ学賞マガジンでは日々僕が感じてることとかビジネスの種とかねクスッと笑えるえそういったネタまで配信してます、えー、これらねやってますんで是非興味のある方は動画の概要欄から見てほしいと思います以上参考になれば嬉しいです動画がいいなと思った人に紹介してもらえたりいいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです今日が人生で一番若い日ですどんな経済指標を見ても日本経済はボロボロと言える状況にあるんですねでも景気は必ず循環するものですからいつま でも続くがない一方でいつままでででももも続続くく好景景気気がな一方不ありませんどんな時代経済状況の中でも打開策を自分で考えて行動する人は生き抜くことができます。自分の行動次第でどんな状況からでも生活良くしていくことができますからね。なんでこれからもしっかり学んで行動して自由の道を歩んでいきましょう。ちょっとここで終わりたいと思います。今日もありがとうございました気をつけて今日もいってらっしゃい